演武開演。どうも、本日はこちら第一パンのハウス特馬のビーフシチュー使用ビーフシチューパンを、僕のビーフシチューパンを作りたいと思います。では、いただきます。いや、それじゃ人のふんどしで相撲を取るだけじゃん。自分でも頑張らない。ふんわりとしたパン生地の中にある濃厚なビーフシチュー、そして上にかかちょっとかかっているパン粉が程よい食感を出していて、ビーフシチューの味を引き立てていて、とっても美味しかったです。あんなビーフシチュー食べてみたいな。作ればいいか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただくの嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。